はい、皆さんこんにちは、魔法信じるからの時間がやってまいりました。はい、はい、今回ね、本当に言いたいこといっぱいあるんですよ。はい、だから、僕はね、今中途半端にプロやってる人とか、これからプロになろうという人ね、うん、だからプロになったんだけどやめようという人とかいっぱいいると思うんだよね。うん、なんならば日本はプロが稼げる場所が異常に少ないでしょ。うん、世界でマジックってやっぱりね、多いようでそんなにないんだよ、そういう場所。それでも日本は少なすぎると。それも踏まえた上でね、バーしかない。だからね、プロになる心構えとかそういうものをしっかり語りたいなと思ってたの。はい、で日記でも書いちゃって、もう本当にね、毒舌吐きまくったんだけど、はい、うん、今回もね、もう吐き出しちゃおうと。吐き出しちゃう、うん、普通はね、困った時の神頼みとかそういうところでやるんだけど、真面目にね、あのダメだダメだじゃなくて、はい、じゃあどうしたらいいかってことも踏まえて、うん、皆さんに言ってみたいと思います。はい、ね、そんなわけで、今回すごく真面目にいきます。私が、興奮しても真面目な話ということで聞いてくださいね。はい、はい、プロとしてプロになるためのマジック行ってみたいと思います。はい、それでは魔法を信じる会です。会です。はい、まあ、あのね、ことの発端、これね、個人名を挙げたくないんだけど、うん、やっぱりプロマジシャンにサラリーマンになってから辞めてプロになった人、うん、まあ例えばとしましょう、うん、まあね、例えばそういう人がいたとします。まあいたんだけど、はい、うん、はい、ところがある程度やったんだけど、ね、でもいっぱいいるよね、うん、やっぱり無理だったんで、なんだろう、プロを辞めて、セミプロになりますと。他の仕事についてお金を稼ぎながらプロをやりたいと、あ、ということなんだよ。そういう人たちがよく見かけるの、はっきり言ってね。そっか、それ逆じゃないか、ステップ。で、僕のね、フェイスブックなんかの友達にもいるんだけど、うん、やっぱりある程度年を取ってからプロになりたいと、うん、で、いろんな人がアドバイスをしてくるんだ。あ、うん、で、アドバイスを聞いてると俺はそこに突っ込んで書いちゃうんだよね。うん、例えば何かの本にどうたらこうたら書いてたとか、いや、プロはそんなんじゃありませんよとか、うん、まあ言い方ですと、お前なんぼのもんやっていたくなっちゃうんだよ ね、 そうだね、うん、だから自分がそうするのはいいんだけど、どうしても日本人ってさ、人に説教垂れたいっていう、そう、そういう人がね、偉そうなこと言いたいっていう風習があって、そう、そう、まあ、これまた見きてるんだけど、余計なお世話なんだけどね。その説教はだから、重要な問題としてはさ、プロマジシャンになるときにリスクがないかってことをみんな考えなきゃいけないんだよ。いや、やっぱね、私思うけど、うん、プロマジシャンに何か転向するってね、一つの会社を立ち上げるのと同じぐらいの覚悟がないと当たり前なんだよね。できないと思うんだけど、うん、案外それをみんな分かってなくて、重要な問題はさ、例えば単なるサラリーマンになって、ね、ある程度のとこまで行こうとしたら、まず優秀な大学をいい成績で出て、うん、ね、そして勤めるってことが必要でしょ。でしばらく日本が今こういう状態だから営業を積んで、そのうちに次の職場に行くと、うん、だから会社員になるんだって大変なんだよ。そうだよ ね、 ね、だって大学出ないとダメだよ、うん、やっぱり高校出てね、例えばブルーカラーで大学出てホワイトカラー、東大出てどこどこに、ましてや三流の私立大学出て、これ全部違うじゃん、うん、ね、そうでしょ。でプロスポーツの世界だってはっきり言ってみんなそうだよ。スケートだってコーチ誰が払ってくれるの、コーチ代とか、うん、みんな親の財布とかさ、周りのね、そういう人間たちの援助があってやるわけでしょ、うん、だからスポーツだって、ましてや芝居演劇だって何でもそうなんだけど、将棋もね、子供の頃からもプロ目指して、うん、奨励会で挫折してるのはどれだけいるかだよね。だからそれを考えちゃうと、うん、変な話だけど、どんなものも、まあ、日本の芝居とか映画がダメだってのは、うん、そういうのがなくて、単にほら芝居小屋とかさ、そういうあれからね、劇団から慣れちゃうようなものがあるからダメなんだけど、うん、やっぱり世界の本物を見る限りは、うん、そういうようなシステムはすごいしっかりしてるんだよ。そうだね、日本だとさ、うん、自称女優でも仕事がないのみたいな、いっぱいいるね、そういうのね、うん、だから僕らがね、考えなきゃいけないのに、そういうことを考えたら、一人の若者でもいいや、年配でもいいんだよ、うんうん、ね、プロになろうとして本当に成功を目指すとしたら、普通に大学に入って、うん、大学卒業するまで、要するに下宿に入ってさ、うん、ね、生活費、要するに親は仕送りをすると、それぐらいの覚悟のお金が必要だって思わなきゃいけないんだよ。そうだね、必要だね。ところがね、何人も若い子たちやってて思ったよね、大学だったらお金払えるんだけど、マジックやるのにお金なんか払えないよ、うん、そういう親が多い。多いね、うん、日本はね。だから大学だったら4年間卒業しなきゃいけないじゃん、うん、だけど1年やってお金ないからやめなさいよとかね、もう帰ってこいとか、そんなのばっかり、うん、これは無理だな。無理だね。だからやっぱりそういうことを抜きで、やっぱりもう自力で頑張ってね、アメリカから日本に来て、うん、日本からアメリカに来てか、ね、やってる子は成功してするけど、うん、後の子は帰って
平凡な、ね、まあ普通のね、うん、アルバイト人生を送ってるんじゃないかって気がしたんだよ、ね、やっぱアメリカってさ親御さんのさ、うん、協力の姿勢が全然違ってさ全然違うよ、ね、ジョン君とかもさ、うん、そううちのねやっぱりジョン・アッカード君なんかは、うん、親が本当にマーシャンになるための全力の努力を、うん、先導してね、うん、あのだから彼はせっかくね本物のマーシャンになるんだから、うん、かわいそうだから大学も行かしてあげなきゃいけないって言うんで、うん、もうそれだけの努力をするわけすごいよね主はマジシャンで彼は大学なんだよね、うんまあだからね皆さんに言いたいことってのは安易にマジックは楽で独学でできるとか考えることがおかしい、うん、そんなわけないから、ね、独学って何よそんなんで成功するまともな人間一人もいないんだよ、まあねうん、それとね本を読んで本に感銘を受けてビジネスこれで成功するで成功した人間ねこれもいない私昔さ、うん、試験の前とかにさ、うん、なんだっけこうテスト問題のなんていうの買って、はいはいはい、買っただけでやもう受かった気になったもんだいるんだよねそれに近いもんだよねそういうもんなんだよねそうね、うん、本買っただけで受かったと思っちゃう、うん、だから僕らが言いたいことは綺麗事ではなくて本当にものすごくね一生懸命やらなきゃいけないしねお金をかけないでっていうふうに考えるんだったら別にお金欲しいとかなんじゃないんだよ俺はねかけないでなんて考えるんだったらまずそういうプロって考えてやめたほうがいいまあ、無理だから、うん、でアマチュアの団体がプロなのも無理、うんね、よくあるよねいろいろ例えば日本にもさそういうアマチュアの団体でプロがじゃないお医者さんとかそういうのがやってるのはマジックの団体、うん、こっからプロ出ないから今後も将来も、うんうん、だからそういうことを考えた時にねちゃんとだって大学院生になるためだってさ予備校行って勉強するんでしょ高いお金払って、うんうんね、その予備校だっていいよ予備校と悪い予備校があってで親はねお金出したくない親ってのはさなまあ予備校に行くのは学校で勉強してないからダメだからね自分が勉強するって、うん、学校は大学に行かせるための勉強なんか今できないんだよ、うん、それは予備校なんだよ、ね、高校だと高校は卒業するためのことしかやらないんだよ、うん、そうだね。だから今は絶対違うし、うん、お金がかかんないとまあ今はね大学の進学率ってのは非常にほらもうねあれになって大学生の数が足らないから入りやすくなったよ、うんうん、だけどそれだけに今度大学いい大学すごくいい大学入ってないと何にもならないんだよ。あ逆に言ってもしょうがないんだ、うん、本当の話だね、うん、だからね僕らが本当に言いたいことってのはマンションを目指すとかマンションを生計立てるためにどうしたらいいかってことを言ったときに、うん、僕は日本で教えられる人ってほとんどいないと思う。そうだね、マジックね。だから3人ぐらいでしょプロを作れる人っての日本で、うん、日本で、うん、だからそれは例えば小林恵子でも無理です、うん、もがしょうとか全然無理、うん、結局教えてプロにするっていうことは、うん、その世界その国の中でプロとして成功してちゃんとした平均収入より多いものを取った実績があって教える力のある人だから。私さあれだな、なんか、うん、フェイス会ったことないけどフェイスブックで見ててすごいと思う、うん、ザクトさんってのすごいなと、うん、まあザクト君はプロにするとか教えることもできることはないです、うん、ただ彼は彼の生活の設計の仕方で、うん、プロマジシャンという一つのその世界に活を入れたことね、うんうん、だから、ザクト君は僕はもう仲がいい友達だけど、うん、彼はやっぱマジシャンとしてアメリカに一回来なきゃダメ。そっかそっか、じゃないとあのまま終わる。そっか、うん、だからあくまでもそれは会社とかそういうのを設計で通用してる日本のマジック協会に対して彼は、ねうん、マジック協会なんてこんなもんだよという意味でやってるわけで、うん、だからまあ全く別だね。これミュウちゃんの考えはこれは全く当てはまってない。そっか、だから、うん、ザクト君のようになるにはザクト君でないとできない、うん、で彼は勝利にもやっててそれで昔不動産関係の仕事でバリバリやってて、うん、その中から同じ収入をね例えば家族に絶対提供するからっていう形で、うん、プロマンションを目指してみた、うん、まあその考え方いろいろあって彼とはよくまあ喋ったんだけどね、うんうん、だから本当の意味でマンションがマンションとしてプロでなれる人ってのは一人だけ名前言ってくる。二人は、ね、言わない。うん、ケンマサキ、あ、うん、この人は絶対だと思う、うん、なぜならば彼は一流のプロとして の生活ができる収入を持っていて、それはマジックで稼いだお金で、うん、そして教えてプロを出す力があるのは彼。そうか、他にもいるよ、うん、だけどとりあえず彼の名前だけ言っとく、うん、でもう一つ言うと、だったらそんなあとケンマサキさんがじゃあそういうね弟子を取ったりするかっていうともうしないだろう、そう簡単に、うんうん、したくないもん、弟子なんか取りたくないし俺だってね。だからそう考えた時にどうしたらプロになるための勉強できるか、そのためにアメリカに来ればいいんだよ、うん、まずアメリカに来てアメリカを知ってアメリカで学ぶこと、はい、うん、それしかない。他に方法がありません。ヨーロッパもダメ、他のアジアもダメ、アメリカしかない。そうかもしれないな、うん、世界はそういうふうに動いてるのね、マジックの世界は、うん、だから僕がどんなことを言われようと、どんなふうにね、いやそんなことないと言われようと、どんなプロが言うの、誰が言うの、どんな仕事をしてるの、それを考えた時にいくら収入取ってるの、ね、それを考えた時に例えばザクト君がテレビに出た時に最大収入5000万年収、うん、ね、他のジャンル5000万ったら相当低いよね、野球選手よ、下の方でしょ、うん、だからザクトはすごく偉いけど残念ながら日本のマジック協会ってそんなもんだから、他のわけのわかんないお笑い芸人たちにバカにされてるの、ね、フナッシーなんか銀座にビル建てるってよ、
そうなの、うん、虚しい虚しい、どうしてそういうふうに現れないんだろう、それを考えたらね、あのもうちょっと考え直して本当にプロになるってことはやることがなくてプロになるんではなくて、うんうん、やっぱり真剣になりたい人たちは、はい、アメリカに来ることを考えてください。でアメリカのマジックキャッスルで本物を見てください。本物マーシャンと知り合うことによって次の1ページが開かれると思います、はい、てなわけでお疲れ様でした。これが一応ね、また来週です。よろしくお願いします、ね、はい、どうも続舌でした。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。